三上乙吉は大正、昭和時代の小説家。大衆文学の流行作家となり、文壇の長寿と呼ばれた。代表作に、雪の上変化など、活躍期にはその作風から、日本のバルザックとも呼ばれた。内縁の妻は、作家の長谷川しぐれ。埼玉県中葛飾郡桜井村生まれ、代々獣医家業で、祖父はまた監視人。 大沼鎮山門下の詩人でもあった。旧生活壁中学校を経て、田山家隊に詩宿。父潤太郎も、乙吉を医師に進ませようとしたが、中学校時代から文学少年となり、白屋のペンネームで、文章世界、中学世界などに投稿していた。1911年早稲田大学文学部、英文科余科に入学し、広津和夫や谷崎誠治らと交友を持ち、 ロシア文学で片上伸びに認められて、片門十明キラの一人とも言われた。1912年同級の宇野コ次らと同人し、知れねえを相関するが、三上のカイロカが風俗回覧として発禁になり、一号で収刊する。また、神楽坂の馴染んだ芸者を連れ出したことで脅される、騒ぎとなり、父により退学させられて、卑怯、実家で謹慎生活を強いられる。 この間、ダヌーンチオやスタンダールの詩の翻訳や短編小説を早稲田文学に発表した。1914年の夏、父が死去して家業を継いだが、これを整理して1914年に上京し、翌1915年に長編小説、春光の下にまたわぜボヘミアンハウスの人々を自費出版した。この作品は朝鮮独立運動に触れたところがあったために、 発禁処分となったが、この出版を機に、講談雑誌編集長だった、生田長介に目をつけられ、水上もばななどのペンネームで、外国小説の本案を、博文館や講談社で発表するようになり、谷崎誠二とモンテクリスト博を協約する。1916年には、講談雑誌に、本名、三上乙吉で、悪魔の恋を連載し、 発行の女性を描く通俗小説の筋に西洋小説的な心理描写を織り混ぜて好評となった。また、春光の下にを検定された12歳年長で女流劇作家として著名であった長谷川しぐれが三上に手紙を書いて知り合い、三上の熱烈な求愛により1919 19年に世帯を持った。松竹記念は合名者へが、 雪の城変化1935年1921年に時事新報に虚無的な青年の変歴を描いた白木を連載し、新進作家として注目を浴びる。1925年には週刊朝日でジョンストン・マッカレー、ソーセージの復讐のプロットを下敷きにした復讐もので、初の時代小説、仇討ち実月像詩を連載。 時代小説作家としても名を挙げ、続いて、炎王呪文、あやかしひさんかいでや少年録、く、よどくん、清川八郎》などを発表、斬新な筋立てと、絢爛たる文体で一躍分断の長寿となる。1934年から、東京朝日新聞に連載した、雪の上変化は、三上の代表作となった。連載中から、絹笠定之助監督、 伊藤大輔脚本によって映画化され、林長次郎が三役で主演し、流す涙がお芝居ならばで始まる佐藤壮之介作詞、安倍武雄作曲の節々たる主題歌、紫孝太がきっと後々まで大衆演劇のレパートリーとなった。加藤武雄、中村村尾と並んで多産流行作家の三バガラスとも言われ、1935年には、 長編三人全集が刊行された。また同年の第1回直三35小制定では先考委員となる。この年は作家の所得税額で菊地博士に次ぐ2位だった。赤坂日野木町に自宅があったが、現行の執筆は新庁舎に近い牛米袋町の小宅、それから町合へ移り、芸者をはべらせながら、 そして執筆後に本宅に帰るという生活だったと言われる。満州事変勃発直後の1931年10月に東京日日新聞に死、日本人の歌を発表し文学ファッションの走りと呼ばれる議を巻き起こした。1932年には直木35が文芸員を創設するのに参加する。1935年の直樹小生提示には 先行委員を務めた。長谷川しぐれは、当初は三上を世に出そうとして様々に骨折りしたが、1928年に、四人芸術を創刊した際には、三上の原稿料によって出資するなど、廃刊までの4年間の支援をした。またこれに連載した、林文子の原稿の現代、歌日記を、放浪記に流行作家時代の三上は宝刀、浪費し 作品のほとんどを待合で書いたとも言われるが、しぐれは、三上さんは、あのやり方でなくっては書けないのです。と言って認めた。またしぐれは、三上さんは偉い。すごいとも言い続け、三上の時代小説の交渉でもしぐれは貴重な協力者となった。1935年には、再連者を起こし、しぐれの近代美人伝を刊行、また出版には、 原稿取りに訪れる編集たちの意見も参考にしていた。1936年に、三上は愛人宅で倒れ、右半身麻痺となる。しぐれは自宅近くに家を借りて、愛人を看病に付き添わせたが、愛人は4ヶ月で恐竜にキス。当時三上が新聞に連載中だった日蓮はしぐれが書き継いだが、 それまでも三上が連載に穴を開けそうになると、しぐれが代筆していたという。三上音吉の墓1940年には、三上音吉全集全十二巻が刊行。しぐれは1941年に過労で倒れて急性。戸籍上は最後まで内縁関係のままだった。三上は1943年に空襲撃破のために療養を兼ねて、郷里かすかべに疎開し、 1944年に、血栓症の悪化で死去。埼玉県杉戸町大和崎の川の共同墓地に、葬られている。また、藤霊園、文学者の墓には、三上乙吉幸の上変化と、長谷川しぐれ桜吹雪の悲鳴が隣り合って、建てられている。現代を舞台にした、白木では、ストライキ騒動の最中にある、雑誌出版社で、 社長秘書に抜擢された青年が様々な女性と関係するが、最後には上海に向けて旅立つというストーリーで、ツルゲーネフの小説に登場する性格破産者のような対象期独特のニヒリズムが伺われる。1926年に毎日新聞連載した日輪は貴族社会に入るために父親によって政略結婚させられそうになる女性と、 真面目な初星青年との恋愛をめぐる騒動が、これも当時のニヒリズムを基調に語られる。これらの作品の本格的な心理描写に、当時エミール・ゾラの影響を受けていた、写実主義の一派ゾライズムの影響があるとも言われ、また、社会の各層の客観的な描写により、日本のバルザックとも呼ばれた。原作を間骨脱手したものとしては、敵だ実月増子の他に、 オスカー・ワイルド、ドリアン・グレイの肖像を、元禄和歌手、ユゴー、エルナニオ、戦国英雄などがある。直三35の死去時に、読売新聞連載中だった、相馬大作を引き継いで完結させている。雪の上変化は、1935年に映画化された、あとも、1963年に、長谷川和夫300本記念として、再映画化されたほか、 1953年に、東千代之よのすけ。1957年に、美空ひばり。1959年に、大川橋蔵の主演で映画化され、また舞台でも、初代、二代目、大江道子の早変わりの得意芸にするなど、いずれも二役で演じられて、長く人気を集めた。1939年には、雪の城のその後を描く、雪の城後日も書かれている。 ありがとうございます。